はい、おはようございます。今日はね、ものすごくね、天気ね、成人式ということで、成人の日ということでね、成人された方ね、おめでとうございますね。今日から大人の仲間入りということでね、ポンさんがね、30年前はね、そういう時もあったんやろな、あったんやな思ってね、まあ30年経ったかでね、大人になれない大人がここに多いんだよね、皆さん頑張ってね、大人になってくださいよね、まあ言うても今の子はね、かなりね、考え方もね、ポンさんの時代と違ってね、もうちゃんとした子多いと思いますわ。ほんまに先のことも考えてることも多いし、やっぱり情報化社会いうことでね、情報を取るね子が多いからね、ものすごくね、頭の子が多いと思います、ほんまに。まあ逆に言うたらね、今の50代40代がね、恥ずかしいことね、煽り運転みたいなね、ことしてやってはる人も多いからね、ちょっと情けないとこあるけどね、大人が、まあ道路でもそうやけどね、何かあったらクラクション鳴らすのは50代ぐらいから60とかそのぐらいのね、70とかそのぐらいの年齢の人多いからね、ほんまに。まあちょっとね、時代がちゃうんですよね。ほいで、まあ風邪になってね、ちょっと風邪っていうか溶連気がね、まあマシにはなってきてると思ってんけど、咳がね止まらないんですよね。それで今日ほんまはね、ポンさん自分とこのクラブのねツーリングってんけど、今日はねちょっとキャンセルさせてもらってね、やっぱりね、迷惑かけてもいかんからね、これ映ってもいかんからね、それで来週19日はね、お宮参りだったかな、息子の孫のね、それも控えてるんでね、ちょっと無理したら、それにもね、差し支えがあったら具合悪いからね。はい、これでね、今日はね、ほんまは行きたかってんけどね、なんでや言うたら、あれですよ、三重県のね、四日市近いんやけどね、1時間ちょいぐらいで行けるとこやねんけど、そこにね、干物食堂ってあるんやけどね、お魚をね、焼いて食べさせてもらえるね、初めスポンサーしたそこ何年か前から、 4,5 年前に知ったんかな、その時にクラブの子らが行ってて、それでまあ初めてその時に行った時、なんやこれ思ってんけどね、朝飯みたいなで、こんな朝飯みたいなの、ほんまに昼飯で満足すんかな思ったけど、行ってみたら大満足でね、ほんまに行ってみなわからんもんでね、ほんま、あれママに何かされてんね、ママちゃん、ね、ほんならそこの昆布ざまいうのにハマってもうてねものすごいうまいんですよ、昆布ざまいうのが。まあ一度ね、家族も一緒にね、みんなで行ったこともあるんやけど、みんな家族もね、美味しいいうことでね、あれ右手の子だもんって、まあほんまはね、久々やったから行きたかったけどね、やっぱりこのみんなに迷惑かけてもいかんからね、今日はね、キャンセルいうことで、まあまた家族で行けたらええかなと。なかなかね、この風邪が治らないんですよね、風邪というか咳がね、止まらないんですよね。まあちょっとね、喉飴ね、舐めてたらね、だいぶマシやねんけど、ね、こんな感じです。まあ熱とかはね、もう全然ないからね、体は楽やねんけど、ただ咳だけね、まだ止まらないいうことでね、シャークもな、こんなほら、いっちゃん、ミミちゃんいじめ高いの、あれミミちゃん、ミミちゃんといっちゃんとよう喧嘩してんね、おいで、こら、いっちゃん、お前は一番あれやろ、一番やねんから、ここで一番面倒見やなあかん、ミミちゃんおいで。ちょっとね、この子もね、よう怒るとこあるからねな、ここぬくいから好きやねんのね、だいぶ暑いと思うけど、28.5度、まあ今日は暖かいからね、ほんまに
絶好のツーリング日和ちゃうかな。天気も良さそうで、まあ成人式のね、あの着物着てはる人もね、あえてええんちゃうかな、この天気にやったらね、綺麗と思いますわ。こういう天気で着物ね、綺麗に光ったように見えるんちゃうかな、ね。はい、こんな感じですまあ今日はポンさんね、家におって、あのまあちょっと買い物だけね行ってこうかな思って、ね、いろいろチュールとかないからね。はい、のりちゃん出て行って結構ロールしたね。まあ何かね、動画もね作れたらいいかな思ってね、ことあのちょっと変わった動画もね、今日は怒ってんかな、あれなんかやっとるんでしょうか。ほら何やってんの、いっちゃん、おいで、みみちゃん、まあちっちゃいおいじめだな。この場所はやっぱり気に入ってるからみんな喧嘩になるんやろね。ほらいっちゃん、ダメやよお前、お姉ちゃんやねんから。 あ分かった、ひっちゃん、なあ、かわいそうやけどお姉ちゃんやねんからしゃあない、なあ。はい、こんな感じです今日も、ね、やっぱり気に入った場所はね、鳥居はやっぱあるみたいね。あそこが一番やっぱ人気はあるみたいね。スジちゃんもね、あそこ結構好きやからね。ミキちゃんなんでそこいんや。ミキ、ねね、ちゃんさっきちょっとね、トラブルあって、ここね、ちょっと手挟まっとってね。うん、それからちょっとおとなしいかな。乗るときに抜けなかったんですよ、ここから。ね、気ぃつけんのね、こういうのはほんまに。ちょっと空いてたからね。まあこんな感じでね、今日はね、一日ね、あの、ポンさんも、ちょっとね、日頃ね、そんなにね、この子らとね、遊ばれへんからね、ちょっとはね、遊ぶようにします。ね、はい。おいで。おいで。おい。キーボー。まあ、キーボーもちょっと今から出ようかな、一旦な。ちょっと運動せな。ね。ということです。はい、以上です。ありがとうございます。